お前は鴻上信也だ。お前は牧島省吾だ。犯罪係数。奴らは猟犬、獣を狩るための獣だ。それが執行官。どけ、どけ。不正ユーザーです。トリガーをロックします。なんだこりゃ。変だよ。ゴロミさん、やめてください。ガルトは左から撃つ。更新されました。ゴロミさん、リス、エリミネーター。慎重に照準を定め、対象を排除してください。うまく、こりゃとんでもねえ新人が来ちまったもんだな。あんたが教わってきた事柄は全てリズメのセオリーだ。それがどれだけ無意味なもんか少しは分かっただろう。執行官に謝る監視官は珍しい。そういう上司の下でなら俺はただの犬ではなくデカとして働けるかもしれない。ありがとうございます。天候などのコントロール不可能な要因によって作戦が直面する障害、これが戦場の摩擦だ。なるほど。人を殺したがってる者とそのために道具を作れる者とを引き合わせてる奴がいる。いい加減にしろ。いるかどうかもわからない。お前は幽霊を追いかけてるんだ。何の用だ。その前にタオルで汗拭いて服をちゃんと着てください。はいはい。未解決事件、公安局広域重要指定事件102についてこっそり覗き見するみたいに調べてたのは謝ります。なぜ謝る。え、怒ってないんですか。どうして俺が怒らなきゃいけないんだ。過去の部下を殺された事件のことで、3年も経つのに解決できない事件のことで怒るわけないさ。身の毛もよだつ狂乱の叫びを上げる。その声を聞けばどんな人間もたちまち正気を失うか、その場で死んでしまう。